ずちチャンネルにいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、取り上げてほしいテーマがありましたらコメント欄にお書きくださいませ。まあ、日本人はマナーがいい民族と言いますけど、うん、鎌倉時代はその武士団の皆さんはそうでもなかったようですな。それは荒くれ武士やから ね、 なんで今みたいにマナー良くなったのかちょっと不思議で仕方ない。あ、それはあの、うん、儒教というものを江戸時代に皆に習わしたわけですよ。あ、なるほど。道徳というものが、あの大事やというような、まあ、武士もそうだけど農民もめちゃくちゃだったらしいですからね、うん。今日は何をしていただけるんでしょうか。この前元寇の話で竹崎の話をしたけども、元寇って そもそも何で起こったんやろっていうことや。だから不備来犯が侵略を目的したと言われますね。まあ、侵略を目的なんやけど、一番のきっかけはね、最初はね、日本のアイヌやな、アイヌがカラフトにおったんや。あ、カラフトにいたんですね。うん、でその渡った先 あのロシアの辺は皆もモンゴルの地域やな、でその地域をその治めてたというか家来になってたのが、ギリアーク族かなんかいう部族の族長 で、でそこへそのアイヌが侵略してきたかな。アイヌが侵略したんですか。うん、なんか侵略されてるイメージがありますけどね、アイヌって。ほんでそれで困ってるっていうのをクビライハンに訴えるわけや。そしたらクビライがそれやったらって言って兵を出してくれて、でとにかくカラフトのアイヌを全部追い出して北海道へ追い払うわけ。なんかね、フビライハンって結構気に厚い人物ですよね、うん、意外と。ほんでそういう頼まれたらね、うん、ほんで結局基本的にはその侵略するというよりもあの入ってこんように排除するっていう、それが大体主な目的やな。ほうほうほう、うん、だからそれがあって、でその後に高麗なんか、高麗ももう元の侵略ですね、侵略のもとには高架島まで逃げますね。だから高麗にはもうその元の人間、モンゴル人の管理者がおって、それがクビライにその日本の状況やな、ええ、を報告するな。ほうほうほう。でその中で、まあ、日本はなかなか義に厚いというかな、昔はその唐とか漢の時代にはね、ええ、日本からちゃんと朝貢施設が来ててね、ほんで今はだいぶ長いことこういうようになったけどもね、うん、そういうのはしてたという話をするわけ、うん、そうするとクビライにしたらね、あの南宋と戦ってるわけやろ、ええ、ほんで南宋っていう国をやっつけるために高麗を先取って、で高麗と挟み撃ちにしようということやから、まあ、その高麗も20年ぐらい粘りましたけどね、うん、それからそのもうちょっと向こうにおる日本もその自分らのそのグループに組み入れて、それで宋を挟み撃ちしようというのが本来の目的や。そうですね、その方が安全ですからね、うん、それと日本には硫黄が取れてたわけや。硫黄ですか、うん、ほんで爆薬作るのに必ず必要なものはあの硫黄と硝石とか、ええ、硝石は向こうで取れるんやけども、硫黄っていうのは中国本土では全然取れない。あ、そうなんですか。で日本は鉱山が多いとこで硫黄がもう大量に取れるんやな、ええ、ほんでその硫黄はどこに行ってたか言ったら南宋へ大体輸出されてて。はははなるほど。ほんで南宋のその爆薬の材料に日本のその硫黄が使われてたから、だから日本と組んでそっちへその硫黄が渡らんようにという。ということは貿易制限するだけでもよかったんですね。うん、だからそういうあれやったんやけども、うん、ほんで様子見てこいということで、ほんで国書を持ってその朝鮮の高麗の人間に日本まで行ってこいっていう命令を出すわけや、そしたら波がきつうてとても行かれへんだっていう報告をするわけや、そしたらその時にもともとそのどんなあの厳しい状態であっても必ず渡ってこいと言うたら言明したはずやと、ええ、ただね、うん、この波がきついっていうのは単に本当に言い訳だけじゃなくて間際まで来てんのよ、三別省とかいうね、うん、レジスタンス勢力がいたのは大きいんですよ、うん、それもあるね、それからとにかくあのまあ暴乱したら迷惑な話やから、はいはい、それから一応断りに行ったら、ええ、今度はもうものすごく怒って、うん、何が何でもどんな苦労があっても行ってこいっていう、渋沢栄一でも同じこと言ってたよな、うん、でそういうことで、うん、あの日本へ来たわけ、はいはいはい、でその時に一応太宰府へそういう国書を持ってきたら、ええ、そしたら太宰府で受け取って鎌倉へも送るわな、ええ、で鎌倉へ送られたら鎌倉の方では外交問題は自分らはその委託されてへんと、内政だけ幕府っていうのは内政だけを天皇から信任されて、うん、預かってんやということ で、ええ、で京都の朝廷の方へその国書をあの改装したわけ、ね、なるほど。ほんなら朝廷の方ではこらえらいこっちゃちゅうのでもう毎日のようにその議論を繰り返して長いことかかってもやっぱりまあちょっと
なんか返事出さないかんかなとかいうことやねんけど、そういうのをそのもう出すなって言うて執権の北条時宗やな、成り立ての若い執権やけど、それがあの握りつぶすわけや。なるほど。その後もね、日本対馬へ元が攻めてきた時にね、対馬から2人あの人間男を、まあ、拉致したみたいな格好で連れて行って、不備来のとこまで連れて行って謁見させてるわけや。なるほど。また不備来はそのいろんな情報を聞いて喜んで、まあ、いろいろ恩賞を与えて、ほんでちゃんと日本へ送り返すんやな。ほんでその送り返す施設の時にもう一回また国書を持って行かすんや。ほう。そしたら今度もその同じように鎌倉へ回って朝廷の方へ回って、朝廷はその送り返してきてもうたことに対するお礼だけでも言わないかんと。そうですね。いうことでまたちゃんとそういう日本の国書を作るんやけど、これも、時宗がもうそんないらんことするなということで、だいたい関わり合わん方がよろしいというような格好やな。圧力をかけたんですね、うん、てか20代でそんなことするのはすごいですね、うん、それからそういうことで、それから返事が来るまで7ヶ月日本で待ってたっていう施設は。なるほど、うん、それで結局もらえへんで、返事がもらえへんで帰ってきたんで、もうものすごい怒ったわけや。あと書き方も悪かったですね、武力を用いるわけにいかぬかとか書いてたでしょ、うんうんうん。で、それから最初は、まあ、脅しの文句もあるけども、本気でなく、できたら、その、友好的に、あの、自分らの仲間に言っても、進化としてやで。まあ、どちらかといえば、友好的なのは最初だったんですか、うん、うん。っていう、あれがもう、とにかく、これからは、敵は南宋と日本だけやっていうぐらいの感じ。なんと、日本がターゲットになってしまったんですか。それで、それは、その、自分とこの軍隊も出すけども、基本的に半分以上は、高麗の軍隊やな。まあそんなやる気ないですよね。で高麗はまあ大迷惑やけどな、だけども侵略されてるとこやからしゃあない。で大体元は侵略して取った国の人間を次の戦争の最前線に使うというのが常に方針だよな。ただ家臣というブレーンとしても入れるんですよ。ブレーンとしても入れるけども、うん、だけども基本的に兵隊はそういうのを、だから初めから消耗品、自分の元の人間をね、そんな使い方はしにくいけども、うん、もう侵略して取ったとこの国の人間から、ええっていうそういうとこもあるわな、まあ、活躍したら恩賞を与えるなどして、うん、こう飴と鞭を分けてたらしいけどね、うんうん、だから何遍も何遍も割と大方通算で10回ぐらいそういうその交渉を向こうが国書持ってくんねんけど、なかなか粘り強いですね、それはそれで、うん、だけどもそのたんびにそういうことやからね、だからもうちょっと本気でやっつけたろっていうことやわな。それで来るんやけども、でまた実際強かった、うん、だから日本の方はまあ防備はせないかんっていうので準備はしてたけども、こんなに早うパンパンと上陸して来るとは思わんかったから、ええ、だから武士なんかでも家族やらをその避難させたりしてなかったから、うん、だからものすごい人間が数の人間が捕虜になってる。どのくらいですか？ね、7000人とかね、1万人とか、ね、結構な量ですね。いうような、まあ、対馬と壱岐が悲劇を受けたとは知ってるんですか？対馬壱岐は、対馬は70人とか100人とかいうぐらいの人間、そやけど皆殺しになってる。宋の、宋家っていうその、うん、対馬の藩主も、討ち死にしました。当主も討ち死にやしね。そういうな状況で、その周りの壱岐とか他のとこも皆、まあ100人単位やけども、皆、うん、やられてるわね。絵が残ってますね、そういうの。うんうん、そんなんでかなりその被害を受けてるけども、向こうもやっぱりすごい人間の数、向こうも1万人以上の捕虜が捕まってるし、1回目の時ですか、うん、それからあの戦死者もものすごい数おるしっていうことで、僕らよくあの元寇とすぐ神風って言われていますね。これはね、第二次世界大戦の時のプロパガンダと聞きますけど、うん、そう大体まあそうなんやけども、うん、それの話の元がどこにあるのかって言ったら、ね、プロパガンダやけども、なんかそういう元があるはずや、まあ、台風が来た時期でした、そもそも。うん、まあ、台風、11月やからもう台風住んでる時期なんやけど、1回目はそうでした。その急にあれ、引き上げるんやな、うん。もうこれ以上、まだまだ来るかと思ってたら、うん、で、その、なんで引き上げたか言ったら、元の方の資料を見ると、ええ、あの矢が一本もなくなった。これ有名ですね、うん、だから威力偵察一回目やったんじゃないかって話なんです、うん、ほんでだからああいうのは偵察に最初来てた可能性も高いとか、うん、もう一つはですね、うん、日本軍がそういう守りが強すぎて使いすぎたと、武器を、これパターンです、うん、だから
向こうのに日本の弓も強いからね、だからそういうなんで矢が尽きて、うん、それでまあ引き上げたんやけど、その引き上げた時にね、その地元 の、 あの神社でね、の、 あの書いたもんが残っててね、それにはね、引き上げる前の晩にね、30人ぐらい白い装束着た人間がね、現れてね、それが皆追い払ったと。でその追い払ったその装束着たんは何や言うたら、それは私らが祈って天から来た、天上から派兵されてきた人間で、それが追っ払ってくれたんやっていう。それ仏教の関係者じゃないですかね。神社やね、あの神道のね、だからそういう欄が書いてんねん。でその書き用の最後に、その時にもうその日本の武士が、うん、鎌倉武士が一人もその場におらへんだから、だからあれが一人でもおったらね、あの自分 そいつが自分の手柄として報告してたやろうけどね。だけども、あ、なるほど、ちょっと分かりました、うん、よくですね、自社勢力が真っ先に恩賞を要求したって分かっ言ってたんですけど、うん、そういう話があってからですか。そうそうそう。ほんでその時朝廷も大きいあの寺社には20何箇所かにはみんな、あの重複言うて祈れというのを言うてるし、鎌倉でも鎌倉周辺の大きいとこにはみんな言うてる、うん、それからその中の一つの八幡っていう神社が、自分らがそうしたからやというので、うん、それでその恩賞を、うん、あのどこもそれをあの自社が要求せへんだから、いうので自分らが恩賞を要求しに鎌倉まで行くんや。実際に対局させたんやったらすごい褒美ですよね。うん。だけどとにかく私らが祈ったり、うん、そういうその祈ったおかげでそういうあの天からの人間が来て、あの追い払ってくれたんやっていうようなね、そういうことを言ってきちっと恩賞取ってんねんな。今でも白い装束の人間が現れたらパニックになりますよね。昔タマちゃんとか出てきた時白い装束の軍団で言いましたけど、うん、あれも今日もいましたからね。そうやね、中国なんかもよく、うん、あの真っ白の装束着てね、反乱軍が、あの宗教的な感じでやるけども、どまあそれと同じことやな。それは知らない人多いんじゃないですかね、うん、だからそれがあって、そういうことで、それが11月やねんけども、それをあの国難あの台風と結びつけて神風、でその時も神社も神風みたいなことを言うわけや、だからそれがやっぱり元ネタになってるの違う。それプラス2度目の侵略の時に台風が来たの。あ、実際にあの時はね、うんうん、もうちょっとあでまたあれは長いことその時期におるから、そうそう、台風絶対に会う、台風に出会うんやね。そう、会うのは当然でしょうよ、うん、まあそういうことやね。まあその台風まで持ちこたえたってのが重要なんですよ、うん、まあそれからそういうその、現行に至るまでの話というのも案外知られてないから。そうですね、うん、まあそういうことがあったのと違うかと。なるほど、うん、ありがとうございました、うん、まあ神風と神風が実際に効果あったってことが驚きですよね、うん、まず、うん、その上でそれ現行の目的が異様にあったっていうのもちょっと面白い話じゃないですかね、うん、だから異様が少なくも、うん、自分とかに持ってこんでも、うん、あの宋へ渡ることを、うん、止めたいっていうのがものすごいあったわけな。まあ、今の日韓問題でも、うん、そういうホワイト国外してありましたけど、うん、それもそういう問題があったからという話です、うんうん、まあ、そういうわけですよ。まあ、現行の話なんてのは神風と簡単に考える人が多いですけど、まあ、武士団の頑張りとこういう自社勢力の戦略などがうまく合致して勝ったんじゃないかなと思うわけです、うん、だからかなり複雑な様相を呈してるから、うん、だから教科書なんかで簡単に片付けるのはなかなか難しい。まあ、教科書も文字限られてるからね、うん、そういうのもあるかもしれない、うん、まあ、皆さんも現行で興味あることがありましたらコメント欄にお聞きくださいませ。再来年の大河ドラマは北条泰時なんで、この前後のことを学ぶと大河ドラマの予習になるかもしれませんね、うん、まあ、皆さんも、まあ、泰時の話題もやっていこうと思うんで、うん、まあ、いろんな意見がありましたらコメント欄に書いてください。いつも見てくれてありがとうございました。バイバイ。